中津姉妹ラジオ。この音楽こんばんは、長津姉妹の姉の方、三国真理子です。皆さんこんばんは、妹の中島志穂です。いよいよ始まりましたね。初のラジオがと台本に書いてあるんですけど、2番目のがあるかどうかは未定です。はい、初めてのラジオというか、でもなんか隣にいているので、なんか普段の感じとあまり変わらないというか、はい、全く緊張していません。私、あ、本当ですか、はい、私はとても緊張してますよ。声の違い分かりますかね、私たちの。どうでしょうね、似てるって言われるんですよね、声が。ですね、でも思ってるより声低いですか。それは年頃でこう声が低くなってきた感じもあると思いますよ。分かりますかね、聞いてて。はい、はい、じゃあこんばんは、ほぼ日のみちこです。今日は司会進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回お二人の喋る声に合わせて人形がフルフルと震えるので、お二人本当だ、適宜にぜひどんどん喋ってください。なんか可愛く書いてもらって恐縮です。すごい人力でお送りしてます。震えてます、ね、イーテレ感があるね。はい、この番組は実の姉妹でいらっしゃるニットデザイナーの三国真理子さん、料理家の中島志穂さんの初めてのラジオ番組です、うん、今回お二人のフェア企画が代官山蔦屋書店さんで行われることになりまして、それを記念して1時間の生放送をお送りします。はい、このフェアは、もともと三国さんがデザイン監修をしている本のような編み物、今こんな風にアナログに出てきます、本のような編み物キット三国通号の新刊発売を機に開催されることになったわけですが、今年の三国通号は作品のデザインだけじゃなくて内容もパワーアップしましたよね、三国さん。あ、はい、そうですね、取材の旅に出かけたりね。そう、奄美大島に移住された画家のミロコさんのアトリエをね、一緒に訪ねて、はい、はい、なんか編み物のブランドムックとは思えないぐらいちょっとすごい夏な、そうですね、斬新で、これもありなんだって、ね、私自身思ってます。はい、三国通号は、手袋のキットと帽子のキットがあるんですけど、うん、そうですね、載ってるムックの内容がね、ミロコさんの記事が別々のものが載っていて、アトリエ編とミロコさんのお気に入りの場所を巡る編が、うん、はい、素晴らしかったね。読み応えがすごいあるんで、なんか編むお供というか休憩時間とかにね。そうですね、ほっとしていただける記事になったと思いますね。ミロコさん奄美どうでした、行ってみて。ミロコさんの奄美、うんうん、うーん、一言じゃ言えないね。でもミロコさんすごいもう馴染んでましたよね、現地の人になってましたね。私ちょっとジェラシーでした、そこが。そう、なんか中を読んでいただくとそのあたりもちょっと分かるんじゃないかな。ちょっと分かりました。なんか対談する、ね、シーンがあるんですけど、そこでミロコさんこんな風になんか楽しくやってるのすごいなって、そうですね、ミロコさんの目線で語られてるところがあるので、ぜひそういうところも読んでいただけたらなと、ミロコさんが好きすぎるんです、私。なんかね、すごい伝わってきました、それ。はい、ね、じゃあ今日なんですけれども、この今日のラジオを聞きながらリスナーの皆様には編み物のお菓子作りを楽しんでいただくヒントをたくさん見つけてもらえたら嬉しく思います、うん、はい、今日なんですけど、早速ほぼ日乗組員の長津姉妹ファンの面々が集まって、なんと実はこの三国通号を編んでくれているので、ちょっと様子を見てみたいと思います、うん、はい、おーい、三国通号編み編み隊の皆さん。すごい、はーい、こんにちは。じゃあ皆さん順番に自己紹介していただけますか。はい、はい、順番でどっちからどうぞ。はい、ファルコチームの岩本です。
おぼんにちの菅野です。おぼんにちの田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんにも3人でこうやってね、うん、ミクニッツ2号の今年のやつを全員編んでるんだよね。そうそうそう、すごい楽しくやってます。ありがとうございます。宮本ちゃんそれは手袋を編んでるんだよね、はい、私はオーロラミッドのレッドを編んでます。おお、ちょっとゲージ緩めに拝見しますね。もうここの段階ですでに。あ、いいと思います。確かにそれもね、それぞれですからね。そうです、そうです。で、菅野さんは。私はコノハのタムオシャンタ。オシャンタ、ありがとうございます。あの、かぶってらっしゃるのは去年の。去年のすごい似合ってる。ありがとうございます。自分で編んだの。帽子に挑戦です。すごい。菅野画伯はトレードマークがあのベレー帽ですよね。ツイッターのアイコンも。そうなんです。それで進めてみました。今年はこのベレー帽に。でもちょっとこういう丸く編めるか不安なんですけど。そこが楽しいところです。楽しみにしております。頑張ります。タナさんは。はい、私は、オーロラミトンのエメラルドグリーンの色。めっちゃ綺麗。なんか綺麗。めっちゃ綺麗。なんか熟練だよね、タナさんは。すごい可愛い。すごいです、しかも超早くないですか。この連休中にすごい楽しく編みました、はい、ありがとうございます。3人には先週私からあのどうぞお願いしますって話したんですけど、はい、3人ともすごいそれぞれに頑張って編んでくれて。そうですね。山本ちゃんもね、いいと思うよ、すごい。山本ちゃん忙しい最中にね。そうそう、うん、ありがとうございます。じゃあお三方にはぜひ編みつつラジオを一緒に聞いててくださいね。はい、ありがとうございます。また放送中に様子を伺えたらと思ってます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、三國さんの今期の新作としては先ほどの全国の書店で購入できる三國津2号以外に毎年発表している三國津シリーズの手編みキットがあります。で、あと今年はヴィンテージのニットからヒントを得た作品とか、はい、ミクニッツシリーズ初の編みぐるみのキットとか、おイエス、はい、面白い作品が揃ってますので、ぜひミクニッツで検索してウェブサイトを見てみてください。お願いいたします。で、あと来月にはミクニさんのニットウェアブランドありますよね。あ、はい、私の名前のやつですね。マリコミクニというカシミアニットとジェイミソン、あ、あ、そうだ、ごめんなさい、カシミアのニットが来月に出ます。はい、出ます。ジェイミソン言いかけたんですけど、ちょっと今来月出るかはまた乞うご期待という。ドキドキですね。はい、すいません。で、来週撮影なんですけどね、三國さんが今回もスタイリングされるってことで、うん、はい、どうですか。あ、スタイリングってね、なんだろうね、その服を選ぶっていうことだけじゃないんだなっていうことを最近じわじわと知りつつあります。うん、なんだろうね、その背景にあるような何か、なんかこれがおしゃれだっていうことを、作ればいいっていうだけじゃないんだなっていう、まあ、それをやりながら、あの、もうちょっと成長していけたらと思っております。あ、なんか着実に去年も三國さんがスタイリングされてたんですけど、今年また一層なんか三國さんすごい買いためて、あ、そうそう、あのスタイリングさせてもらうっていう話になると、ちょこちょこと物を買って、貯めていきます、その撮影のために。その様子がもう最高に可愛いのばっかり。あ、本当ですか。あの、脇役ですので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください、ね、ありがとうございます。はい、で、そして今週末ですね、9月25日発売の暮らしの手帳5世紀14号号に、はい、三國さんのスカーフコレクションが掲載されます。これほぼ日がね、引っ越してきてご近所さんになったんで、暮らしの本当に近くなんだよね。そう、
私もなんか今回改めて本当に近所なんだって思ったんですけど、持ってきてくれたんですよ発売前の見本紙を今、うん、編集者さんがね、編集者さんが特別に、うん、ありがたや、ありがたや、そしてちょこっとだけ今中身をお見せしてますが、わわ、これは三国さんが文章を書いてんですよね。あ、はい、文章を書いて、あと私スカーフを集めるのが趣味なんですけれども、そのほとんど古いスカーフなんですけど、それについての愛を、とうとうと語っております。結構さっき見たんですけど、ページ数もしっかりし、ね、9ページとかありましたね。しっかりあって、暮らしの手帳さんにしてはちょっと珍しいタイプの記事かもですね。写真もすごい可愛かったですね、スカーフ、うん、可愛いですよ、ね、ぜひ皆さんも、なかなかでスカーフこれからチャレンジって人もたくさんいると思うんですけど、なんかぜひこれ読んで足を踏み入れてほしいですね。そうですね、あまり現代的とは言えないアイテムなんですけど、だからこそ取り入れると、うん、楽しいと思います。うん、確かにその人の味わいになりそうな気がする。そうですね、冒険できると思います、ちょこっとした、うんうん、はい、じゃあ、ここまではお姉さんの三國麻里子さんのこの秋冬の新作について聞いてきましたけど、はい、お次は妹の中島志穂さん。はい、はい、こんばんは。中島さんはご飯のようなおやつの店フードムードを東京国立でやられてるんですけれども、現在は新型コロナウイルス感染症の影響で通信販売の中心の運営をされていると。はい、はい、ですね、もう去年の4月からですかね、まあいろんなこう状況を見ながら、今のところはまあ通販を、逆に今までやったことがなかった通販という形で、全国の方たちにうちのお店のクッキーやケーキとかを食べていただけたらなと思って続けています、はい、私もちょっとオンラインショップ見たんですけど、はい、ランズのチーズケーキが超美味しそうだったです。あ、本当ですか、ありがとうございます。あと今ほぼ日ではちょっと品切れになってしまったおやつミックスが割引で買えるんですよね。そうなんですよ、おやつミックス、私と富澤商店さんと一緒に商品開発した、まあメインはホットケーキ、パンケーキが美味しく焼けるミックス粉なんですが、全粒粉が入っていたり、すごくじんわりと美味しいおやつミックスなんですが、これを今ちょっとお値引きして、フードムードの通販でも今もまさにリアルタイムで売ってますので、よかったらご覧ください。ぜひぜひ、大好物なんです、このフードムードのおやつミックス。そう、三國さん結構うちで打ち合わせされた後に飛び地で本当に買って、うん、毎回買ってるよ、ありがとうございます。なんでもない。中島さん、それ以外にも告知することがあればぜひ、うん、あ、そうですよね、まあ、いつもその先の販売するものの試作やらをずっと続けてるんですけど、今はもう何といっても栗じゃないですかね。もう私のツイッターのタイムラインでも、なんか栗とお団子と栗とお団子ってもう丸くて黄色いものだらけなんですよ今。幸せな、いいね、まさに私も今ずっとそういう感じで、今もうすぐご紹介できる栗の美味しいおやつを作ってますので、ちょっと楽しみにしていただけたらと思います。楽しみ、はい、はい、じゃあそれではいよいよ始めていきますが、ここでちょっと渋ちゃんお願いします。はい、ほぼ日の渋谷です。放送中、今日はリスナーの皆さんからいただくコメントを随時拝見させていただいております。ぜひこのラジオの感想はツイッター、インスタグラムなどの SNS にハッシュタグ長津姉妹で投稿を寄せください。 YouTube のライブのコメント欄も随時コメントをしていただけますので、ぜひこちらもじゃんじゃんお寄せください。長津姉妹とともにみんなで盛り上がっていけたら嬉しいなと思います。長津姉妹ラジオは東京千代田区神田錦町の神田ほぼ日ビルのラジオブースから全世界に向けて YouTube ライブで配信します。皆さん最後までぜひ一緒にお楽しみください。
はい、しゅうちゃんありがとうございます。みくにさん、はい、ずっと笑ってましたけど、そう、私ラジオファンなんでちょっとラジオっぽいコメントしてみた。世界の中心感がありますね。はい、そう、全国から聞けるのでぜひ皆さんも聞いていただけたら嬉しく思います。じゃあ早速始めていきましょう。はい、はい、この番組は放送前にリスナーの皆様からお便りを募集させていただきまして、おかげさまですごいたくさんのお便りをいただきまして、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。これからなるべくできる限りたくさんのお便りを紹介していけたらと思います。はい、ではまず1つ目、お二人は年の近い姉妹ですが、私にも2つ下の妹がいます。性格も性質も違うので好きな遊びは異なっていましたが、一番近くにいる相手なので必然的に幼少期に多くの時間を共有した大切な人です。そこでお二人にお聞きしたいのですが、二人だけの秘密の合言葉や暗号などはありますか。あーやさんからいただきました。今ちょっと生放送中なのに、お父さんからいきなり父から携帯に電話がかかってきて、それに今ちょっと動揺してしまった。私聞いてくださってる、ね、知ってるはずなんですけどね、ラジオ。あれ、聞いてくださってありがとうございます。ラジオって何だと思ってんだ、ね、なんだろう、びっくりして今電話で出演みたい、あわあわしてました。全然わかりませんでした。出たらよかったですかね。あれですよね、2人の合言葉的な合言葉、すいません、ちょっとひょっとしたら質問とは違うかもしれないんですが、やっぱり姉の存在はもうずっと、まあ、普段そんなにしょっちゅう会わなくて、今日も1年ぶりかぐらいの感じなんですけど、でもなんかやっぱり私何かある時いつも神頼みならぬ姉頼みみたいなとこがあって、なんか大きいあの何かイベントがある、あとすごいドキドキして何かの結果を待ってる、なんか検査を受けた大丈夫かなとか、そういうなんか神様にお祈りすることって皆さんあると思うんですけど、助けてくださいとか、そういうのが私はいつもなんか姉に お祈りしていて、神様でもなく親でもなく自分の家族でもなく、なんか私のそういうこう発表を待ってる時、お姉ちゃんこれはどうしてもあのなんかしてくださいとか、何事もありませんようにっていうのはいつも姉に祈ってますっていうのを思いました。すごい、それが一番効くと私は、姉に願うのが一番叶うと思っているので、それは実は子供の頃から変わんないんです。それは効いてますか。それで今まで悪いことになったことがないので、聞いて誰にお願いするより聞いてると思ってます。あ、それはもう私が健康でしっかりしてないといけないってことですね。そうですね。三国さんどうですか。あ、すいません、なんかすごいいい答えをしーちゃんが言ったんですけど、私このお便りを聞いて、その兄弟で同じ時間を過ごしたっていうところからポワーンとこう浮かび上がってきた思い出が、10代の終わりぐらいに妹とうちの居間で遅くまで起きてて、日付が変わった頃ついてたテレビから始まった番組がイタリアのすごいエッチな映画だったんですね。それもエッチなだけじゃなくて、とてもなんかおかしいコミカルっていうか、あ、覚えてる？しーちゃん。全然覚えてない。何の話ですか？何の話か分からない。すみません。なんかそういう風な変なものを共有した仲間だなって、アナコンダの映画とかも見たね。まあそういう、そうだね、一緒に見たそういう記憶は。もうくだらないことをすごくいっぱい2人で共有したなという記憶があります。すごい、なんかこのお互いの深さの違いというか、すみません、なんか私くだらない思い出がいっぱい、最高です、あるんです。長津姉妹ここにありって感じが、まあ、私もちょっと付き合い長くなってますけど、なんかすごいじんとしました。姉はちょっといろいろ覚えすぎてるところがあって、記憶が良すぎて、すごいですよね。そんなことはないんだけれども、あのくだらないことほどずっと可愛い記憶として残っております、うん、ありがとうございます。じゃあ次の質問に行かせていただきます。はい、はい、
うちには3歳と小5の息子がいるのですが、そろそろ上の子が反抗期で偉そうな口を聞きます。三国さんちの息子さんは穏やかな優しい男子なんやろうなと想像していますが、反抗期から大人への移行期、三国さんはどんな感じで息子さんと会話されていましたか？なんかこれを聞いて思うのは、その親を乗り越えるタイミングみたいなのがきっとあるんでしょうねってことですね。そのお母さんがすごくしっかりしているお家なんじゃないですか。うちはあの乗り越える対象として私が見られてないんだと思います。おっしゃる通りに優しい子ではあるんですけれども、反抗期ということ自体がなくって、そしてこの質問私すごくたくさん受けるんですよ、いろんな人から、うんうん、なんでか分かんないんですけど、私も聞いてみたいと思って選びました。なんかさ、あの男の子だからクソババアとか言うでしょ、うんうんうん、クソババアなんて言ってみなって私は思いますけどね。でもじゃあ一回も言われたことないんですか？ないです、クソババアどころか、うん、はい、でもそんなべったりした関係じゃないんですよ。割と、それなりに距離感があって、どっちかというと他人行儀な家庭で、他人行儀だからこそ割とそのぶつかるっていうことが少ないかもしれないですね。確かに私も何回か三国さんのお宅お邪魔したことありますけど、うん、お互いすごい遠慮してるっていうか丁寧にしてますよね。なんかこれ洗っといたよとか、こっちの部屋にいるよとか、うん、なんかねそういううちです。うん、すごいわかります。ありがとうございます。相変わらずでしょ。じゃあお二人に質問がありますと、お二人は何か新しいことを始めるときにルーティンのようなことは行いますか？この音楽を聴いて気分を上げるなどありましたらぜひ教えてください。ポッケさんからいただきました。ありますか、お姉さん。新しいことっていうよりかは、毎日の仕事に取り組むときに何かってことですかね。そうですね。私は編み物を仕事としてやっている時にはまずお供え物のようにコーヒーを入れて、机に置いて、その時の編み物の難しさ加減によって、すごく難しい時には耳だけで聞き取れる、なんだろうね、お話とか音楽を聞く、そうじゃなくてもうちょっと簡単な時には映画を見る、さらに簡単な時には本を読みながら編みます。これは驚異的ですよね。編みながら本読むんですよ。いやでもだってしそんなものよ。さすがです。しーちゃんは？はい、私はルーティーンみたいなのを決めるのが全てにおいて苦手なので、あの何も決めてないで作る時は何かなんだろう、そういう風に何かを用意するってこともないし、割ともうパッと作りたいものをさっと作るみたいな、終わったみたいな感じなので、うん、そこに何かを準備してからとかがないかもですね。音楽かけたりもしない？うん、しない。そうしてから始めようと思うこともないし、思いついたのをその時パッと作りたいっていう。作る時間の長さが関係してるかもね。編み物は割と一日中かけてやるし、私はお菓子はすごい作るの好きなんですけど、それはやっぱりゴールが割と見えてる ところがあるからで、パン作りとか発酵系が私が苦手なのは、こう経過を長く見てあげるっていうところがあんまり上手じゃないというか、それよりももうちょっとこうパンパンパッと答えが見たいんですよね。そういう性格なのもあって、キュッとやっちゃう。志保さんは短距離ランナーで、三国さんは長距離ランナーで。うん、なんかね、しーちゃんがお菓子の袋詰めをしている時に、新潟から出てきていたうちの母親が手伝ったことがあるんだけど、なんか喋りたいわけですよ、母としては。そうすると妹は美味しさが逃げるから口閉じてって言うの。あ、こういう話 なんで覚えてるの？一切覚えてないんですよね。うん、でもなんかまあそういうことなのかもね。
じゃあ次のメールに行きます。今日ラジオ楽しみにしてました。質問お願いします。ありがとうございます。お二人は今年買って良かったものはありますか？私は包丁とバターナイフとフォームローラーです。美咲さんからいただきました。どうですかしーちゃん。そう、私その質問をもらってすごい Amazon の履歴をすごい見たんですよ。だから本当に同じものとかもいっぱい買ってるんですけど、うんうん、今年買ったものでしたっけ。今年買ったものでよかった、うん、で、すごい良かったなと思ってるのは絞り金っていうんですかね、クリームを絞る口金。それで、まあ普通にどこでもスーパーとかでも買えるものなんですけど、まあ、世界的なブランドでウィルトンって有名なこういう絞り金、アイシングとかフラワーなんていうんですかね、なんていうのシュガーなんかそういうのが有名なブランドがあるんですけど、そのウィルトンが出してるマスターデコレーションチップセット55個入りっていう、55個は全部口金なんですよ。もう箱にこうウヤウヤしくちっちゃいなんかスーツケースみたいなのが入ってて、本当夢のようにいろんな絞り口金があるんですね。全部違うってことですか。全部違って全部サイズとか形とかで、もちろん全部使うわけじゃないんですけど、それをいつも開いた時のこう高鳴りっていうか、今度はこれで絞ってやれとか、これがすごく楽しんでます。仕事でもですし趣味でも、私コロナになって仕事以外でまたすっごいお菓子を作るようになったんですよ。それに特になんか楽しみとして使ってますね、このウィルトンの55個の口金です。1万近くするから、多分本当にそれ小麦粘土おもちゃの上級バージョンだね。なんだろうね、なんか仕事と趣味、好きなこと高鳴り、そうだね、です。三国さんはどうですか。ね、なんか私そのお菓子を作る人って役に立つものを買うんだなって思うんですよ、その機能的に。うーん、私はさ動物の形したブローチだの、綺麗なスカーフだの、ヒール靴だの、そんなんばっかり買って、うちに封筒1枚ぐらいしかないんだよ。封筒を矢探ししてこの間1枚見つけて、なんかそんな感じ。見ましたツイッターで役に立つものはあまり買いません。でもなんか三國さんのそういう買い物がきっと三國さんの血肉になってるというか、栄養になってる、本当にと思います。そこは真逆で、私はそういうなんだろう、姉のような買い方をやっぱりしなくて、割と実用的に欲しいものをバチッと買って終わりみたいな、面白いね。実用的なものを買うことはほぼないね、私は。そういう買い物は全部家族に任せてるって前おっしゃってました。あ、そうです。うちは、いつの間にか、ラップとかトイレットペーパーとか電球とかが補充されているうちです。最高、住みたい。何者かが補充しているのでしょうね私は知っています、ご主人ですはい、じゃあ、次、先日フープロを購入しスケールも買い替えました。ハンドミキサーも新調しようと思っています。中島志保さんにだと思うんですが、おすすめのメーカーの型番がありましたら教えてください。よろしくお願いします、はい、ひろこさんからいただきました、はい。ハンドミキサーの質問をよく受けるんですが、いつも共通して言うのは、別に高いものを買う必要がなくて、そのハンドミキサーを使いこなせないと意味がないんですよね。パワーがあってスピードが速いハンドミキサーをあったとしても、自分がそのタイミングを見極められなければ、ちょうどいい泡立て具合の、そしたらやっぱりそのいいハンドミキサー使っててもちょっと そこ過ぎちゃったりとか。かっこいいな、もっともだいや、まあ慣れてもいくんだけど、だから別に高いのだからいいとも思わないし、でも好きなデザインのものとか好きな見た目の選ぶっていうのは、まあ、もちろん気分も上がるからいいと思います。私、まあ、仕事でもあるからいろんな種類、高いのから安いのまで全部使ってみるようにしていて、ちなみにこの1年ぐらい使ってるのは貝印って有名なキッチンブランドですね。貝印の、貝ハウスセレクトハンドミキサーで3000円ちょっと、ハンドミキサ
ャーとしてはまあ安いというか普通の、うんうんうん、で羽がこう平面あのクイジナートとかって線みたいな羽なんですけど、あのこの貝印のはちょっと 面っていうんですかね、これが全卵の泡立てには私はすごくよく早くあの泡立ちがいいの でちょうどいいんですよね、パワーもだから、うんうん、あと値段も全てにおいてちょうどいいと思ってるのがこの1年使ってる貝印のハンドミキサー、あ、DL7520 です。なんと型番まで、はい、ありがとうございます。型番とおっしゃってましたよね最初、はい、すごいになりましたね、はい、ではそれでは、お時間になりましたので、現在ですね、長津姉妹の書籍やグッズを集めたフェアを展開してくださっている代官山蔦屋書店さんに中継をつなぎしたいと思います。代官山蔦屋書店の菅原さん。はい、こんばんは。代官山蔦屋菅原です。こんばんは。お世話になっております。お世話になってます。今日はお二人のフェアをこちら三連単体のこちらの中央入り口のところからあの近くにあります小さなところでした、こちらでフェアを開催させていただいております。ありがとうございます。反響はいかがですか。はい、あのとてもお客様に喜ばれていまして、かなりのお客様がご来店いただいてご購入いただいております。中でも一番はまずこちらですね。あ、こちら中島彦さんのうさぎのクッキーです。あのほぼ日さんの缶に入っているうさぎのクッキーがちょっと成長して大きくなってます。こちらが、はい、3枚入って740円になっています。ご紹介ありがとうございます。はい、でこちらはですね、あのなかなかの販売数に限りがございますので、こちら あのインスタグラムの方から後ほどあのご連絡いたしますので、はい、ぜひ皆さんご覧くださいませ。はい、はい、それからですね、お隣にあります、はい、こちらうさぎさんの編みぐるみです。初の編みぐるみキット、はい、プンとしてて可愛いですね。プンそうアンティークみたいな佇まいで可愛いんですよ、はい、こちらが このオフホワイトとグレーの2種類ございます。で一番はこの缶がとっても素敵なので、はい、三国さんの編み下ろしです。はい、あのおリボンかけてこのまんまプレゼントもクリスマスのプレゼントなんかによろしいんではないかと思っています。おお素敵、そうこのままね全然いけちゃいますよね、はい、お子様には例えば編んであげて中にちょっとぎゅうぎゅう詰めですけど詰めておリボンで差し上げるのもよろしいし、あの手芸の好きな方にはこのまんまおリボンでクリスマスプレゼントっていうのもどうでしょうか。針箱とかにもいいですね。いいですよね、はい、サイズ感もちょうど良くて、はい、ありがとうございます。ではもう少し売り場見せていただけますか。はい、ではこちらですね、ここにまずはですね三國さんの新しい新刊のミック本、こちらがこの葉のタムオシャンタ、ちょっと言いにくい名前のなんですが、スコットランドで愛されていた時の三國さんがアレンジして素敵なレース柄の帽子になっております。こちらは本色とグレーがあります。内見僭越ではあります。私も帽子を作りましたので素晴らしい、かわいい、こんな感じで大丈夫でしょうか。似合う、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 そして早い、はい、素敵です。ありがとうございます。これがおまけですが、メリアス編みの同じ形の帽子なので、これはあのこちらの方が簡単なので、先にこちらを編んでから慣れてからこちらを編むのがいいかなって思いました。三國さん2号はそのメインの表題作以外におまけの編み図っていうのが収録されてまして、それを編むってこともできますと、はい、ありがとうございます、はい、これは多分お友達にプレゼントとかできるの楽しみではないかなと思っています。そうですね、かぶりやすいですよね、はい、それも、それからですね、次がこれオーロラニット、ちょっとすごく難しそうだったので私はちょっとトライをするのをやめてしまいましたが3号館、はい、3号館会のリーダーである荒木が作りました。荒木さんお願いします。荒木さんこんばんは。こんばんは。かわいい。お願いします。かわいい。めっちゃ上手。そうですね。はい。
どうでしたか？編み物するの10年ぶりだったんですけど、すごく可愛かった。色の編み込みだけで、編み図がとってもシンプルなので、簡単にできるかなと思います。嬉しいですね。栗さんのデザインすごいなと思いながら編んでました。ありがとうございます。作品するのやったことない方にとってもおすすめです。やってみてください。そうですよね。なんか久しぶりにチャレンジするには編み針も入ってるし、毛糸もついてるし、うん、ね、なんかやりやすいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で今回ミクニッツ2号の発売のご案内を、はい、あ、ごめんなさい、あ、他にフェアのものも、はい、ご案内してよろしいですか？はい、ぜひお願いします。はい、はい、ではこちらから、こちらがですね、棒針のケースですね、2色ございます。それからこちらがすごいんですが、切り替えの輪針セット、これだけあればたくさんの毛糸とかセーターとか編めるんじゃないかと思っています。これだけで編めますよね。編めますね。そうですね。はい、はい、ぜひこちらお求めください。それからこちらに行きます。あ、忘れてました、すみません。かわいいミニタスクのオーロラニトンにはこちらのカメさんがつきます。あ、そう、ミクニッツ2号のオーロラミトンのおまけの編み図の方は、はいはい、カメの編みぐるみなんですよね。そうですね。おまけにしてはすごい編み出があると思います。そう、みちこさんがね、かわいいので、はい、どちらが欲しくなるか皆さんお楽しみくださいませ。ぜひこちらに来てサンプルをご覧ください、はい、ね、ぜひ編み上がったサンプルの展示は、はい、大開松田屋書店さんが最初なので、はい、ぜひ見に行ってほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。でこちらのお山がですね、アランケイトの 30g のお山です。19色ございます。でこちらがですね、キサさんごめんなさい、こちらがですねカシミヤの 20g の毛糸になります、うんうん、こちら旗が合っていいので、でもお値段はお高いですが編み上がったら素敵だと思います。そうですね、現物見ながら買えるのいいですよね、はい、そしてこちらがですね、編み物 の、 小さな小物たちですけれども、ちょっとこちらにアップしてみてください。これがニットキャップですね。可愛いんですね。はい、これはですね、気がつかなかったんですが、この小さなおリボンのある女の子と男の子がいるんですね。さすが、そうです、そうです。もうすごい可愛くてびっくりしました。ありがとうございます。はい、それからこちらがウサギの、ステッチマーカー。うん、こちらは便利なものなんですが、なかなかこういうふうに可愛いものが日本ではあんまり売ってないので、こちらぜひ皆さんお買い求めください、うんうん、ありがとうございます。それからこちらになりますが、ヤーンカッターですね。これも素敵ですよね。お花の模様がついています。これなかなか日本では買えないので、はい、ぜひ、うん、そうですね、はい、そこを強調したいと思います。ありがとうございます。はいはい、それからこちらに回っていただきまして、はい、ここに三國さんのご本を揃えました。ありがとうございます。はい、そして向こう側に回っていただいて、こちらに中島志保さんのおやつとかの可愛い本を置いています。ありがとうございます。ありがとうございます。置いても置いてもすぐに売れてしまうのでなかなか補充が大変。嬉しいですね。それから最後になりましたが、はい、対策のセーターですね、3種類のサンプルがございます。こちらも素晴らしいんですが、かなりこれはハードですよね。難しいですよね。難しいものもありますね。難しいものもあります。こちらの下の方でキットがあるんですが、先ほど売れてしまいました。わー、1つは、はい、嬉しい。この海といううねうねの海ですね、こちらが売れました。あ、本色のものですね。ありがとうございます。はい、はい、
そんな感じですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっと予定より今時間が押してまして、ごめんなさい。期間をお聞きしてもいいですか。はい。フェアの期間を お伺いしてもいいですか。あ、失礼いたしました、聞きにくくて。フェアの期間ですが、9月の21日から、はい、10月の17日まで1ヶ月弱ですね、こちらの方でやっております。そしてですね、こちら のうさぎさんのクッキーなんですが、次回は9月の25日の土曜日、朝から販売をしようと思っております。それとフェアの期間中に何回かまた販売させていただきたいなと思っておりますので、ぜひとも料理フロア3号館1階の料理フロアのインスタグラムの方から、この日にやりますというお知らせをいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。もしね、皆さんお近くにいらっしゃるご予定があれば、もう代官山散歩を兼ねて、ぜひ代官山蔦屋書店さんにお立ち寄りいただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは代官山蔦屋書店の菅原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。こんな機会ですから、皆さん無理せずにいらしてください。ぜひぜひ引き続きフェアよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、代官山蔦屋書店さんのフェアの様子でした。なんか三国津の商品ね、なかなか普段オンラインメインなんで、実物を取ってなんか手に取って購入していただける機会が、うん、そうですね、嬉しいですよね。嬉しいです。作例もなかなか見る機会ないと思うので、ぜひ見に行っていただけたら嬉しいなと思います。うん、はい、じゃあここまで長津姉妹のグッズのお買い物楽しめる場所の中継つないできましたけども、なんかコメントをチェックしていただいているしぶちゃん、今どんな感じですか。はい、いろんなお便りが届いてますので、いくつかここで紹介させていただければと思います。はい、じゃあお一つ目、はじめまして、お二人の大ファンの30歳女性です。生まれて初めてラジオ番組にお手紙書きます。編み物はいつも途中で飽きてしまうのですが、三国さんの編み物だけはいつも最後まで楽しく編ませていただいています。スズランのショールを編んでいた時、編み終わるのが寂しいと生まれて初めて思いました。中島志穂さんの小さなレシピを1ダースで紹介されていたホットビスケットは、ゆっくり優雅に過ごしたい朝の定番レシピです。お二人のおかげで私の人生は毎日幸せです。ありがとうございます。こちらこそ。これからも素敵な編み物やレシピ楽しみにしています。そしてぜひまたラジオやってくださいね。はい、スールのような雑誌も続編楽しみにしています。あとお正月の編み物ライブもまたやってくださいと。はい、すいません、ちょっと最後いろいろご縁があったらね。はい、と皆さんずっとチェックしてくださってありがたい。はい、でツイッターなどでもたくさんメッセージいただいてまして、リスナーさんからの質問に全力で答えてくれる中島さん、ありがとうですと、マロンの母さんからメッセージいただいてます。はい、あとですね、三国さん の編みながら本を読むというのがやっぱり皆さん衝撃的だったみたいで。そうですか。はい、そうなんです。 YouTube のコメントの方で編みながらと絶叫のようなコメントをいただいたりですとか、ツイッターの方などでも驚かれている方結構いらっしゃいました。うん、という感じで盛り上がっております。 ありがとうございます。ありがとうございます。では、今回はもう一箇所ですね、お二人の長津姉妹のグッズを取り扱っている場所が今ありまして、そこと中継をつないでみたいと思います。はい、こんばんは、飛び地京都のお二人、こんばんは。こんばんは。お名前聞いていいですか。はい、飛び地京都のさおとゆうひです。よろしくお願いします。ゆうちゃん、よろしくお願いします。すごい、いっぱい並んでますね。ぜひ売り場の様子見せていただけますか。はい、ではちょっとカメラ切り替えます。はい、はい、三国津2号がたくさんずらっと並んでおります。並んでいる場所は前面のもありますね。はい、1と2も置いてます。パッケージが可愛い、並べただけでも映えます。すごい華やかで、編み上がりのサンプルも置いてあるので、
実際に見ていただけるのがすごく喜んでいただけます。ここのお店ではほぼ日ストア限定食も置いてるんですよね。あ、はい、ね、置いております。スプレーもあります。そうですね、あ、限定のシールが、ぜひ、ほぼ日ストア限定食です。ありがとうございます。はい、で、編み物周りの小物も一緒にちょっと置いておりますので、小物あるとやっぱ華やぎますよね、はい、かわいい、かわいいですね、小物はやっぱり。ありがとうございます。で、うさぎさんのカンカンもありますそう、こっちにはグレーの子が出張してます、うん、はいで、そして中島志保さんの関連のアイテムも並んでおります。なんとおやつミックスがここでも、チョコとクレーンがあります。はい、都立京都のスタッフもみんな大好きです今ならね 30% オフ、あ、はい、300円オフです。300円オフ、今だけのキャンペーン中です、ぜひ皆さんチェックしに行ってください。はい、そして、三國さんの書籍もいくつか扱っておりますので、ぜひお手に取ってご覧ください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今、はい、売り場の反響はどんな感じですか。はい、そうですね、やっぱり先ほどもお伝えしたんですが、編み上がりのサンプルがやっぱり実際に見れるっていうのは皆さん喜んでくださってます。はい、あとやっぱり皆さん結構編み物好きな方でもいくつか三國つのアイテムを編んでるっていう方もたくさんいらっしゃいますね。あ、嬉しい、嬉しいですね。じゃあすいません、改めて販売期間と営業時間を教えていただいていいですか。はい、はい、三國つのお取り扱いは9月の29日までとなっております。はい、営業時間は何時から何時ですか。おやつミックスはなくなり次第終了になるんですが、10月31日まで300円お得にお求めいただけます。ぜひぜひ。営業時間の方は12時オープンの夜の7時閉店となっております。ありがとうございます。まだ都立京都を知らないとか、まだ行ったことないよって人に改めてどんな場所かお伝えいただけますか。はい、都立京都は京都の中心地の四条河原町から徒歩3分ほどで3分ほどにあるコトブキビルの5階に入っております。コトブキビルにはほぼ日で関わっているニナペルホネさんとか、あと吉村さんのお店も入っておりますので、ビル丸ごと楽しんでいただけると思います、ね、皆さんぜひ出かけてほしいですね。はい、ありがとうございました。近くには葉っぱも、あ、はい、あ、ごめんなさい、近くには、ごめんなさい、すみません、はい、すみません、はい、あ、え、以上です。大丈夫いいんですか。いいんですか。近くに何があるかすごい知りたいんですけど言ってください、ごめんなさい、あ、すみません、鴨川も近くに、あ、ツイッターでね、よく素敵な景色を見ますよ。なんか手帳カバーと一緒に撮ってる写真最高だった、うん、ぜひお散歩もおすすめです。はい、ぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、じゃあすみません、番組ももうかなり終盤に近づいてきたんですけれども、うん、ここでちょっともう一回お便りの、はい、紹介をしようかなと思います。中島志保さんに質問なんですけども、はい、いつもツイッターのレシピにお世話になっています。ふと作りたくなった時に家にある材料で手軽にできるレシピばかりなので、とっても大助かりで愛用させていただいております。ありがとうございます。お昼ご飯や朝ご飯など志保さん家の定番リピートレシピがあれば教えていただきたいです。ももこさんからいただきました。はい、またもやルーティンのない
口なので何を食べようっていうのは本当にその日の朝、まあ前のパンの時もあるか、決めないんですよね。これ例えばトーストにヨーグルト、フルーツみたいな風に決めることは一切なくて、その時食べたいものを食べるのでっていう感じなんですよね。なんかでもだからパンの日もあれば試作のお菓子を食べてる時もあるし、でも1個ハマるとそれをこう続けて何回も食べてたりするので、最近はちょっと前にあげたアボカドトーストをすごいしつこく食べてました。で食べるとある程度続くと満足するので気持ちがっていうタイプなんです。お姉ちゃんと違って、すごい自分の気持ちにすごい素直、はい、終わるんですこれヤシーちゃん家に泊まるとね、なんかすごく食べ物が大事なものに見えるっていうか、どういうこと？なんだろう、気持ちが入ってるものを出してくれるなって思いますね。最高。そう本当。あんまりこうこれを食べなきゃみたいなの決められてることは一切ないんで、ね、私の場合なんていうか、今日はこれとこれみたいなね。はい。じゃあですね、お二人は仲良しな姉妹ですね。私は5つ上の姉が子供の頃から苦手です。何か仲良く話せる秘訣はありますか？まあさんからいただきました。仲良く、なんかこうひょっとしたらね、こういうラジオ聞いたり SNS 見てる人たちって割とよく見かける、私たち姉妹が仲良くていいなとか羨ましいってその見るんですけど、でも実際私たちこういう風に1年会わないとか普通で、メールとか LINE とかもそんなにしないし、なんですかね、さっぱりしてます。だからなんだろう、本当に困った時は助け合うけど、それ以外は本当に気にしすぎないというかさっぱりしてるから、あんまり苦手とか得意って考えたことないね。得意苦手、そうだね、なんかね似てるところがあるとしたら、それはまあある意味自分勝手なところっていうか、なんだろうね、孤独っていうところが似てると思うんですよ。それどういう孤独かっていうと、ものづくりに入っていくそのペースっていうのかな、もうそうなっちゃったら下界のことはどうでもいいっていうようなところが似てるかもしれない。だからまあだからその相手のペースも尊重しようっていうところが似てる。だから必然的に距離感が結構ある姉妹です。距離感あります。だから普段多分お互いのことなんてそうそう思い出さないし、でも私も本当に困ると神頼みの顔に姉頼みをしているのでそれが仲いいってことかは分かんないですけど、別に、まあ、理解はするってことだよね、相手のペースを、なんか苦手とかいうのも別にそれはあってもいいしって思うんです、でも、まあ、たまにあっておしゃべりしたりとか、なんかどうだろう、あんまりそこを気にしないかもしれない、そうだね、なんかこう姉妹とか兄弟っていうのは何らかの縁があったっていうのは確かなので、まあ縁があった人だなっていうふうにちょっと離れて見てみるといいんじゃないですかね、近づく時もあれば離れる時期もあるだろうし、っていう感じだよね、そういうことだと思います、さっぱりしておりますありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっとこれ最後の質問させていただこうかなと思うんですけど、はい、編み物のお姉ちゃん、お菓子作りの妹さん、長津姉妹のお母様はきっと家でいろんなものを生み出す天才だったのだろうなと想像をたくましくしています。実際私の母も父にセーターを編んだり、ホームメイドの食パンを焼いては一人暮らしの子どもたちにそれぞれ送ってきてくれたりしました。時を経て娘の私は母から編み物の基礎を習い、パン焼きのこねきを受け継いだりしましたと、七夕万歳さんからメールいただいたんですけど、なんかお二人みたいな、なんかそれぞれ自分の手で作り出す二人
二人は姉妹で同じお家で育ってこうやって今活躍されてるっていうので、幼少期のことちょっとぜひ聞いてみたいなと思うんですけど。ものづくりをする天才だったっていうよりかはもう力強く生きる一人の女性だったよね。そうだね、そういう人の姿を見て、もう私たちものづくりをする必要は特になかったんだけど、とりあえず職業としてしてる、でまあなんとか生きてるっていうぐらいのことじゃないのかね、なんか母がものすごくそのお料理をたくさんお菓子とかを作ってくれるっていうよりは、母がいろいろ本当に日々自分の好きな書道だったり好きなことに熱中したり、まあ、仕事もしたりっていうのをはずっと見てて、それはそれ で自分はやっぱりやりたいことをやろう、 なんだろうね、そこがすごく影響を受けたとかいうのともまたちょっと違う、でもあの母はそれなりに自分の世界を持っている人ではあって、その中には私たちが立ち入れない何かがあったんですね、だからそういう風になっても大丈夫なんだっていうことは教わったかもしれない。背中で示してくれたのそうかもですね、すごく痩せてる人でちっちゃい背中ですけどね。確かにお会いするとなんか小さい背中ってめぐみさんもおっしゃいました、小さい体の中にすっごい燃えてる何かを感じるなというか、愛情にいっぱいですよね。そうですか。そうかもしれないですね。もう周りの人を温めちゃうぐらいのあのカッカしたところがある人ではあると思います。なんか小さい頃はそこまでそういうの感じなかったけどね、母にね、まあ、一生懸命大変だったよ、それもあるし、やっぱり私たちが離れて、暮らしていることで、その母のエネルギーの この発露が、向かう先がね、周り中こういろんな人に向かっていたってことだよねその恩恵に預かってるのかも、私たちもありがとうございますたまにブドウとか送ってくるからね。そう、今年もいただきました、すごい美味しかったです。放送聞いてたらもしありがとうございますいただきましたね食べてくれてありがとう、ありがとうございます。じゃあすいません、そのこの放送もいよいよ終わりが、1時間あっという間ですね。そうですね、来たんですけれども、ここでもう一度ラジオを聞きながらあみあみしてくれていたあみあみ隊のお部屋につないでみたいと思います。タナさん、菅野さん、岩本ちゃん、はーい編んでましたね、ずっと見えてました。やっぱりすごい集中しちゃうね、編んでると集中できた、あとね、3人の声がすごい心地よくて、編むのにとてもすごい良かったです。編み物の友になれた、良かった、嬉しい。編み物とラジオは相性いいですよね、きっとね。あ、そうかも。また聞きながら編み物したいな、ありがとうございます、やってほしい、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。はい、じゃあ改めまして三國さん、志保さん、1時間と短い時間でしたけどいかがでしたか。いや本当にあっという間で驚いた本当、そうだね、三國さんそうでもなく、志保さんそうでもなかった。あ、盛りだくさんだなと、はい、でしたね。そう、なんかちょっとこういう放送初めてだったんですけど、みっちゃんはどうでした？なんかずっとすいません、あたふたしてお聞き苦しいところたくさんあったと思うんですけど、皆さん本当にありがとうございました。はい、じゃあ、それでは放送中にちょっとコメントチェックしてくれてた渋谷ちゃん。はい、改めまして放送中皆さんたくさんの感想 SNS や、YouTube の方とか、あとほぼ日のメールの方にもお寄せいただきましてありがとうございました、ご紹介しきれなかったものたくさんあるんですけれども、放送終了後も一つずつ楽しみに拝見していきます。で、あのこの放送なんですけれどもアーカイブされますので、ぜひいつでもお気軽にお聞きください。ずっとアーカイブですか？あ、基本的にはアーカイブです。いいですか、ずっとアーカイブして大丈夫かも。大丈夫ですか、ありがとうございます。もうちょっとね時間あるんですけど、なんかみんな聞きながらどんな感じだったんですかね、編んでくれたりお菓子
食べたりしてくれてかな。今何してるんですかね。何してるんですかね。振りこじってますかね、スプーンで。ね、なんかコメントいっぱい。そう、あの三国さんと志保さんの前に皆さんのコメントを見れるモニターをずっと置いてたんですけど、どうでした？いや、読む余裕は今はなかったですね。そうですよね。私もなんか初めての生放送で全然余裕がなくて、私結構見てました。一番奇抜だと思った髪型を教えてくださいっていうのは今私今雷みたいなカーリーをしましたね。私もアフロヘアをしてました、ね、2人ともアフロ雷アフロペア別々の時期にそれぞれ。長男は私姉ちゃんのそんな知らないな。ああ、うんうん、なんかそういう姉妹なんですよ。そうそうそう、知らないことが多い。じゃあここ緑のメッシュが今日入ってるからこれでアフラだったら。青です。青ですか。青なんですね。そう、なんかちょっとお見せできなくて残念なんです。でも今日はねこの人形たちが2人の気持ちを言うべく語ってくれたんじゃないかなと。どうでしたかこの人形システム。すごい、すごい、すごい。こうやって2人でダンスもできる。なんか性格良さそうに見える。あのプリンが食べたくてしょうがないです。私も気になって。めっちゃ美味しそうですね。カンカンの描写もすごい細かくて、うん、そうだね。そこからインターンの方が書かれたんだよね。あれ、あ、そう、インターンの畑さんが書いてくれた。実はこの人形を今動かしてくれてるのも畑さんです。そうでしたか。お世話になりました。畑さんありがとうございます。まだあと1分ちょっとぐらい多分 あるんですけど、そうだな、質問ですか。そう、でも1分ぐらいだと難しいですよね。あ、じゃあさっきあんまりないって言ってたんですけど、読んだ本聞いてもいいですか。読んだ本、志保さん。私本今年はあんまり読んでないんですよね。なんかやっぱりネットで本当映画とか動画とか見てるのが今年は多いですね。でもあんまり読んでない。これ確かに本より映像を見る機会がすごい増えちゃいましたよね、とは思います。うん、私は毎日毎日山ほど読んでる気がします。だから今これっていうのがなんかね割と地味な本が多くて、みんなに勧められるかっていうとそうでもないかも。でもあの毎日地味に読んでます。ありがとうございます。この辺でちょっとお別れになるんですけれども、皆さん今日たくさん聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんどうぞお元気で。どうぞお元気で。